はいどうも皆さんこんにちは、カンタです。今日は1月のイベントガチャの方をまとめていきたいと思います。最後まで見ていってもらえると嬉しいです。ということで去年のスケジュールをもとに要点をまとめていきたいと思います。まずはガチャ注目ポイントとしては、1月4日からのバトルスタジアムのガチャ、1月9日からのワールドスターセレクション、1月17日からのベストナイン&タイトルホルダー第1弾、1月27日からの OB セレクション第4弾、ここら辺が注目ポイントになってくるのかなと思います。まずは一つ目、バトルスタジアムのガチャに関してです。こちら去年はバトルスタジアムの放送日の1月4日に登場したので、今年もバトルスタジアムの放送日の1月10日に登場するのではないかと思います。プロスピは基本は土日のイベントガチャ更新はないんですけど、去年のバトスタのガチャは開催日の土曜日に来ました。今年に関しては日曜日なんですけど、去年のことも踏まえると1月10日の日曜日に登場もあり得るのではないかと思います。ただ去年は土曜日開催で、月曜日にガチャを出すと2日間空いてしまい、ユーザーの熱が冷めるから出したみたいな見方もできるので、今年は日曜日開催なのですぐに月曜日に登場というのもあり得るでしょう。登場日は1月10日か1月11日と予想します。ガチャ内容は S ランクが出たらバトルスタジアムの選手確定、20連目 S ランク確定&自チームバトスタ確率 30%、 40連目 S ランク選手確定&自チームバトスタ選手確率 50% となっています。ちなみにバトルスタジアムは S ランク契約書の配布の方もありますが、こちらはお知らせに配布日が記載されていて、1月12日に配布となります。去年も登場日の2日後にバトスタの S ランク契約書が配布されていたので、そういった点からも1月10日の確率が高いでしょう。続いて2つ目、ワールドスターセレクションに関してです。こちらは1月の第3週、11日から15日での登場が考えられるでしょう。こちらは具体的な日程に関しては読めませんが、前回が12月17日というのを考えると、そこまで1月の早い段階で来るのは前回との感覚的に狭すぎるのでないのかなと思います。逆に遅すぎると第4週あたりにはスピリッツが100上のベストライン&タイトルホルダーが出て、ワールドスターの魅力が半減してしまうので、それよりは1週間ほど早く来るでしょう。これらのことからこの日程と予想しました。ガチャ内容は30連目 S ランク選手確定、60連目ワールドスターの S ランク選手確定、60連目までは S ランクが出たらワールドスターの確率 30% となっています。ちなみに残りのワールドスターはダルビッシュ選手と前田健太選手です。続いて3つ目、ベストナイン&タイトルホルダー。こちらは1月の第4週18日から22日での登場が考えられるでしょう。先ほども少し話に出しましたが、スピリッツ的にワールドスターの後に出してくるとは思うので、日程的にはこの辺になってくると思います。ガチャ内容は30連目、60連目、90連目がベストナイン&タイトルホルダー第1弾の S ランク選手確定となっています。無課金がベストナインに手を出すなら寿命が長いこの第1弾となってくるでしょう。続いて4つ目、 OB セレクション第4弾。こちらは最後の週の25日から29日の間に出してくる確率が高いでしょう。やはり月末になってくると思います。またガチャ内容が30連目 OB の第4弾の選手確定、60連目自チーム OB の S ランク選手確定となっているので、純正の方なんかは確実に狙いの選手を取るという意味では、北選手次第では引くのも考えてみてもいいと思います。また今年はオビちゃんがあるので、そちらを限定レアリティとしてスピリッツ的に魅力を感じづらい4弾の代わりとして出してくるのも十分考えられるでしょう。ガチャに関してはざっとこんな感じです。続いてイベントスケジュールの方を見ていきましょう。昨年のイベントスケジュールがこちらとなります。注目ポイントとしては、1月1日のコイン消費1/2、新年運試しプレゼント、1月27日からの必勝アリーナ最強決定戦のオールスター杯でしょう。今年はそこら辺がどうなるのか見ていきます。まずは注目ポイント1つ目、1月1日に関してです。こちらは新年運試しプレゼントの方は確実に来るでしょう。内容はゴールド契約書5連となっています。また例年来ていたコイン消費1/2なんですけど、直近で来ているので確実に来るとは言えないでしょう。ただ何もないと寂しい感じもするので、まさかの特訓 1.5 倍が来るか、コイン半減が再び来るかだと思います。こちらのお知らせの方に1月1日の12時頃はアクセス集中と書いているので、こちらが新年プレゼントによるものなのか、それとも特訓 1.5 倍やコイン半減などのサプライズがあるのかの2択だと思います。新年プレゼントのみだと寂しい感じもするので、特訓 1.5 倍が来ることを祈りましょう。続いて2つ目、月末のイベントに関してです。
こちらは昨年は必勝アリーナが来たわけですが、今年も必勝アリーナなのかなと思います。直近のランキングイベントを見てみると、6月26日からプロスピ応援団、7月27日から必勝アリーナ、8月27日からネットスタジアム、9月28日からターニングポイント、11月19日からプロスピ応援団、12月3日からバッティングトラベラー、そして年末年始のイベントではエナジーを消費させるためにネットスタジアムが来ました。そうなってくると1月は直近できていない必勝アリーナ、もしくは新イベントなのかなと思います。続いて3つ目、最強決定戦に関してです。こちらは特に言うこともなく、今年もほぼ同じくらいの登場日で来ると思います。プロスピをやる上でのモチベーションがリーグで上位を取ることであったり、最強決定戦でいい順位を取るためであったりと人それぞれだと思うので、最強決定戦を頑張る方でベストナイン&タイトルホルダーを引く方は、この最強決定戦の直前にベストナイン&タイトルホルダーの選手にストック経験値を使うのはありでしょう。ストック経験値に関してはこのように自分自身のモチベーションに合わせて使うのがいいと思います。また昨年のイベントにない部分に関しては、リアタイの大会が来ると思います。2019年10月から2ヶ月周期で1回も欠かさずに来ていた大会ですが、今年の12月に来ずそれが途切れたということで、新ルールのリアル起動の確率なんかもわずかにあるのかなと思います。スピちゃんの決勝大会が1月9日なので、それ以降の開催になってくると思います。そうなってくると新ルールも導入できるので、12月に来なかったことも納得できるでしょう。ただあくまで確率なので、基本はいいバランスが取れている今のルールの超高速フェードの確率の方が高いのかなとは思います。以上です。1月の予定は把握できたでしょうか。1月もプロスピはイベントガチャ盛りだくさんとなっているので、引き続き頑張っていきましょう。ちなみに今日ハッピーニューイヤー福袋が来なかったわけですが、こちらに関しては明日来る確率が高いのではないかと思います。去年は30日登場ではありましたが、年末年始のイベント開始が今年よりも1日早かったという点で今日来なかったのかなと思います。31日に来れば去年とボーナスが適用される日数的には同じになってくるので、明日が濃厚でしょう。1月1日ももちろん確率はありますが、サーバーの関係やそれまで来ないとイベントボーナスが適用される期間が短くなってしまい、イベントを終わらせるのがかなりきつくなります。過去にそこまで途中で来るガチャのイベントボーナスが適用される期間が短くなった記憶はないので、明日が有力ではあるでしょう。ただ正月の可能性もないとは言い切れないので、来たらラッキーくらいの気長な気持ちで待っていきましょう。ということで、この情報が良かった方は高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。